まあ、自分自身、まだまだ足りないところだらけだなっていうのを本当に強く感じました。でもその中でもすごいたくさんの方が応援してくれて、本当にいろんな声が届いて嬉しかったですし、すごく力になりました。もっともっと強くなるために頑張るので、これからも応援よろしくお願いします。